皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は超探偵事件簿レインコードのファミ通紹介をしていきたいと思います。では新たな3名を紹介します。ビビアトワイライト、キャラクターボイスは梅原雄一郎さんです。金井区へ派遣された超探偵の一人で、探偵特殊能力は幽体離脱です。大敗的で劉備な雰囲気をまとう人物で、自堕落な性格で事務所の暖炉の中やホテルのグランドピアノの下など様々な場所でよく寝転がっています。幽体離脱は他人に見られることもなく、壁や床をすり抜けることも可能な幽体となって行動します。ハララナイトメア、キャラクターボイスは石川由依さんです。探偵特殊能力過去史を持つ金井区へ派遣された超探偵で、常に冷静で的確な判断力を持ち、これまでにも数々の難易事件を解決してきました。お金以上に信じられるものはないと考えていて、相手が誰であれ無報酬では依頼を受けません。過去史は殺人現場の第一発見時の状況を見ることができます。プッチーラブミン、キャラクターボイスは堀江優衣さんです。探偵特殊能力超聴覚を持つ金井区に派遣された超探偵で、幼い外見とは裏腹に機械のような冷静さと頭の回転の速さを持ちます。人とのコミュニケーションの経験に乏しいためか、会話の中で意外な反応や激しい感情表現を見せることもあります。超聴覚は意識を集中することで、遠く離れた人のささやき声や足音、心音までも聞くことができるようです。というわけで今回はこの辺で、超探偵事件簿レインコードのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。